優勝戦1号艇は西島義則選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。現状モーターフナースの評価はいかがなんでしょうか。そうですね、まあ、前半は伸びだけだったんですけど、だんだん手前に持ってくれるなって、まあ、スリット付近の足はいいと思います。さあ、そしてスタートなんですけれども、今シリーズ見え方はいかがですか。ナイターだったらね、ちょっと勘がずれてちょっと落としたばっかりなんですけども、うん、まあ、優勝戦それだったらまくられるんで、うん、極力全速でいけるように心がけてます。では最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、課題はスタートだと思ってますので、全速でいけるように心がけます。2号艇は山田裕太選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。現状船足モーター評価どうなってますでしょうか。そうですね、バランス取れて全体的にいい足していると思います。ということは操縦性も問題はなさそうですか。はい。さあ、そしてスタートですけれども、タイミング的にはかなりまとまっているように見えるんですが、今シリーズスタートの見え方というのはいかがなんでしょう。はい、時計と合ってると思います。そのあたりの行き足も問題はなさそうですか。はい、はい。桐生の水面はいかがなんでしょう。あ、好きですね。はい、なんか相性がいいですね。はい、では優勝戦大いに活躍期待してますので、はい、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。頑張ります。3号艇は永井源選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。現状船足モーター評価はどんなこと言えそうですか。まあ、足としては行き足伸び型ですね。ターン回り環境はどんな評価になるんでしょう。ちょっと、まあ、普通あればいいかなっていう感じはします。ということは操縦性に関してはどうなんですか。乗り心地とかは1マークとかはいいですね。まあ、道中はちょっと乗りづらかったりする時があるんですけれども、うん、はい。そしてスタートに関しては今シリーズ見え方はどうですか。どちらかというとちょっと夜の方が本番は届いてない感じがするんで、うん、まあ、きちんと行きたいですね。はい、分かりました。では優勝戦に向けて最後にゲストの皆様に一言お願いします。はい、優勝を目指して頑張りたいと思います。応援お願いします。4号艇は岩瀬祐介選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現状船足モーター評価はどうなってますか。全くしっくりきてませんね。うん、はい、特にどのあたりが気になってるんでしょう。まあ、回った感じとか全くですね。うん、はい、では優勝戦に向けての調整はどうされますか。もう正直分かんないんですけど、まあ、優勝狙っていくんだったらもう今のままでは到底無理なので、うん、まあ、大幅にやってみようと思います。さあ、そしてスタートなんですが、今シリーズ見え方的にはいかがですか。まあ、スタートはぼちぼちです。はい、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。そうですね、最後まで諦めずに頑張ります。5号艇は小坂部有沙選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。船足ご自身では現状どんな評価になりますか。結構出足寄りで伸びはちょっと普通といっても、まあ、普通にいいんですけど、うん、出足が特に調整が合えばいいと思います。では優勝戦に向けての調整はどんなこと考えられてますか。出足つけて、まあ、もちろん1マーク勝負しに行くんですけど、道中も追い上げれる足をの調整ができるように頑張ります。さあ、そしてスタートは今シリーズ見え方的にはどうですか。スタートが全く見えてなくて、ちょっと頑張んなきゃいけないです。では最後にゲストの皆様に優勝戦に向けて意気込みをお願いします。はい、いい状態でレースができるように精一杯、今日一日過ごします。応援よろしくお願いします。6号艇は地元群馬の大沢慎二選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。現状船足モーター評価はいかがなんでしょうか。いや、至って普通です。では優勝戦に向けての調整はどんなこと考えられてますか。気候がね、気象条件がだいぶ違うので、気温も湿度も、気圧も、ちょっとプロペラ調整を重ねようと思います。そしてスタートなんですけれども、今シリーズ見え方的にはいかがですか。ちょっとあまりよくいけてないです。最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。優勝しますって言いたいんですけど、6号艇なんで3連単に絡めるぐらいで頑張ります。